どうも、ゴールデンウィークは吉本から一日も仕事をもらえなかった芸人のセラッキョです。イエーイ。さあ、というわけで本日の動画は不動産の購入の時のお話になります。僕賃貸だから関係ないやと思って消さないでください。絶対将来もし家を買うってなった時に使える知識ですし、もしご友人とかで今家買おうと思ってスーモとかで探してるんだ、 3LDK でみたいな方がいらっしゃったら、その探し方絶対損するよっていうのを教えてあげるためにも、ぜひこの動画を最後までご覧いただきたいんですね。っていうのも、結構物件情報サイトとかで間取りで 3LDK みたいなところにチェックを入れて探してらっしゃる方多いと思うんですけど、これやってるとめちゃくちゃ損しちゃうんです。その理由が何かっていうことを本編で紹介していければというふうに思っております。それでは早速行ってみましょう。 Here, 家 Go。 さあ、というわけで、なぜ 3LDK っていうところにチェック入れて探すと損をするのかっていう話なんですけども、その前にどのようにして物件を探せば一番いいのかっていうことを一点お伝えしたいなというふうに思っております。今 2LDK とか 3LDK とか間取りの欄にチェックを入れて探している方、それはやめて必ず平米数で探してください。はい、いわゆる面積ですね。何平方メートルみたいなところになります。その欄に具体的な数字を入れて探すようにしてください。間取りの欄のチェックは全部入れないようにしてください。これはなぜかというと、最初に申し上げました通り、今回は不動産の購入に関するお話になります。物件を賃貸で借りる場合には、もちろんですけども、借りたものですので、元の形に戻して返さなくちゃいけない、いわゆる原状回復義務というのがございますが、物件を購入する場合っていうのは、あくまでも自分の持ち物になるので、元に形を戻さなくちゃいけないみたいなことは基本的にないんですね。って思うと、自分が買った物件を 2LDK から 3LDK にするのも、3LDK から 2LDK にするのも、なんやったら 2LDK から 1LDK にするのも、どんな形にするのも自由なんです。ユニクロとかの話してないですよ。自由なんですって僕言ってない。違います。自由な、フリーなんです。ですから、2LDK の物件、でも購入してから 3LDK に間取りを変更することっていうのは可能なんです。間仕切りを作ってしまえば間取りは変更できます。間仕切りを作るのは別に大掛かりなリフォームをする必要はございません。間仕切り作るだけで言えば数十万円でできちゃいます。50万円かからないです。って思うと、今まで 3LDK で探してらっしゃった方っていうのは、 3LDK に間取り変更ができるであろう 2LDK を探せてなかったんです。検索条件で省かれてしまってたんです。それで機械損失をしてしまってるってことなんですよ。今まで5000万円予算にして 3LDK で探してたって、でも実は、5000万円安い4500万円ぐらいで、3LDK に間取りが変更できる 2LDK があったのに気づかなかった。それを買って間取り変更しちゃえば4550万円で済んでいたのに、みたいなケースがあるんです。ですから、必ず平米数で探してほしいんです。これは絶対に必要な知識でございます。しかも、今物件情報サイト、不動産の購入で探そうと思うと、スーモとかアットホーム使う方多いと思うんですけども、例えばスーモで 3LDK っていう風にチェックを入れて探した場合、 2SLDK 出てこないんです。 2LDK の方に出てきちゃいます。じゃあこの SLDK の S って何って思われた方いらっしゃると思うんですけど、サービスルームです。日本語にすると何度とかっていう風に略されたりするんですけども、この S っていうのは
この不動産を広告表示する中で居室、いわゆる1個の部屋、居室として歌おうと思ったら、ある程度の最高量、光が入ってこないと居室として歌えないみたいな決まりがあるんです。で、そこで省かれてしまったものは全部 S になります。サービスルームになっちゃうんですね。ってなってくると、 2SLDK っていう表記ではある、サービスルームっていう表記ではあるけども、6畳あったら普通に居室として使えますよね。そうなんですよ。別に窓のサイズがちょっと小さくたって居室として全然使えるんです。そんな 2SLDK とかを 3LDK で探してしまっていると見つけられないんですね。はい。って思うと、絶対に面積で探すべきなの、ご理解いただけましたでしょうか。ちなみに不動産の営業っていうのは絶対に面積で探します。お客さん来店されて、お客さんに条件どんなんがいいですかって聞いたら、だいたい間取りで答えられること多いんです。お子さんが2人いらっしゃるから、まあ 3LDK 以上は絶対に欲しくってって言われたら、頭の中で変換して、あ、じゃあ65平米以上で探そうとかっていう風に変えて、 3LDK って間取りのところにはチェック入れずに平米数だけで探します。それがプロの探し方なんです。はい。ですから皆さんも間取りで探さずに平米数で探す癖をつけてください。で、その上で間仕切りが作れない間取りっていうのはございます。2LDK でもコンパクトすぎて、ここに間仕切り作っちゃったら、リビングがもうほんと狭すぎて、もうダイニングテーブルすら置けなくなっちゃうみたいな間取りもございますし、まあ、要は窓とか、開口部の関係で間仕切りが作れない部屋っていうのもございます。まあ、それは間取りを見ていく中で分かってくると思います。あ、ここに間仕切り作っちゃえば 3LDK にできるなみたいなのが分かってくると思うので、必ず面積で探してください。なんやったら、その、まあ、新築物件なんかも、完成する前であれば、なんぼでも間取り変更できたりするんで。プランの変更できたりするので。だったら、業者再販物件って言われるような、いわゆるリノベーション物件なんかも、完成前であれば、プラン変更全然聞いたりします。可能やったりします。もともと 2LDK で作る予定だったけども、まあ、お客さんが 3LDK っておっしゃるんやったら、全然ここに間仕切り作ってもう一部屋居室増やせますよみたいな物件もあったりするので、そういう場合は何だったらプラン変更の料金かからなかったりします、完成前であればね。なので必ず面積で探すという癖をつけていただけましたらなというふうに思っております。以上でーす。はい、というわけでございまして、これに関しては、賃貸に関してはなかなか間取り変更っていうのは入居者の方で行うことはできないので、まあたまにね、 DIY カーみたいな物件があったりするので、そういう場合はできますけども、かなりイレギュラーではございますので、賃貸ではできないと思ってくださった方がいいです。これは不動産を購入する際のお話ではあるんですけども、本当に間取りで探してしまっていて、本来見つけられるはずの物件を見つけられなかった、検索条件で弾かれてしまっていて、いい物件と巡り合えてなかったみたいな方結構いらっしゃいますので、必ず平米数で探す、そして問い合わせてみて、まあ、分からなければ不動産の営業の方に、これ 3LDK に間取り変更ってできそうな物件ですかねって聞いてみる。やったら、何やったら不動産の営業によっては見積もりまで出してくれるんで、プラスこの30万円だけで 3LDK できちゃいますよってなったら、その物件も候補に入ってくるわけですから、ぜひ 3LDK に限らず、 2LDK で探してる方、 4LDK で探してる方、 1LDK で探してる方も平米数で探すということを心がけてもらえたらなというふうに思っております。ぜひチャンネル登録をお願いします。いいな、役に立ったなと思った方は、こんな動画をたくさん上げていきますので、何卒チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またいいねやコメント、またリクエストなんかもお待ちしておりますので、お気軽に、やっていただけましたらなというふうに思っております。というわけで本日は、3LDK で探してたら損してるでというような動画でございました。それでは皆さん、賃貸じゃなくて
バイバーイ。